皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズのベイくんです。よろしくお願いいたします。パズドラの生放送をやっていきます。そして今回の生放送はファイナルファンタジーコラボのダンジョンを、マルチですね、皆さんと一緒に周回して、コラボキャラのスキル上げをね、のスキル上げの素材ですね、スキル上げの素材を集めるという、趣旨でやっていきますので、皆さんよかったらご参加ください。よろしくお願いいたします。ではチャット出しましょうか。ポン。さて、じゃあまず1からいきましょう。本当にね、今回のダンジョンめっちゃ簡単なんで、ね、どなたでもね参加できると思います。なんでまず最初はあれでいきましょう。フレンドに、公開しないで、ID で募集いたします。というわけでよろしくお願いいたします。上級です。ポン。あ、これまたこれのパターン俺いつもこのパターンいつもこのパターン、申し訳ない。協力ダンジョン選って部屋作るで、1の上級ですね。いきましょう。じゃあパーティー紹介します。一応ね、最初パーティー紹介いたします。ボルメテウスちゃん、これは4色の回復込みです。そしてパンドラちゃんです。で、ここですね、セフィロス様でございます。これは回復込まない4色で攻撃を、カズソンさんありがとうございます。ちょっとパーティーの紹介します。サクヤございます。そしてハトホルで、続いてベルダンディ、これバステト対応でございます。そしてカストル、これヨミドラ対応で、オロチ水の、コンボパーティーで、これがティフォンでございます。そんで、あ、これはタマドラッシュ、これね、よみで、これガチャゲンなしコマン、これガチャゲンやけど、まあ天狗なんでガチャゲンじゃないということでよろしくお願いします。これね、完全にタマドラ周回パーティーです。さあハトホル参りましょうか。ではお待たせいたしました、カズドンさん、よろしくお願いいたします。さあ楽しみやね、楽しみやね。水が欠損、水が欠損してるから、水が欠損してると闇が大変そう、闇が大変そう。これ一発目最初ぐらい決めたよね、最初ぐらい決めたいから、火、火と光と木と回復と闇、火と光と回復と木と闇、 OK なんかすげえ雑な感じになったけど、1回目なんで許してください。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。これゲーム音、音量大きいですかね、もしかして。ゲーム音大きかったら言ってください。ゲーム音が大きかったら言ってください。よいしょ、これ大きいかな、そんな気がするね。さあ、お、しっかりと光が落ちております。しっかりと光が落ちてるんで皆さんご安心ください。おー、しかもしっかりと組んでいく、ナイスパズル。ナイスパズル。さて、そう、これでかなり落ちてくれますよね、2倍の時。これめっちゃありがたいよね。ここで闇、光めっちゃ遠いな、光めっちゃ遠いから光を持った方がいいのかな。こっから行きたかったんよね俺、こっから行きたかったから、ちょっと無理やり強引に行ってみようかな。こうして、で、こうして、で、こうして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 、じゃあ火を組みたかったんですよ。火をどうやったら組めたかちょっとわからなくなりました。でも打ち込んで火が消えてくれました。OK です、イエース、ナイス。いやー、チャレダンと違ってすごい気楽にできますね。プラスはね、ダメなんです、プラスはダメなんです。このダンジョンでプラスを押した瞬間、スキル素材ではないです、スキル素材ではないです。お、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとまた後でコメント読ませてもらいます。さあ、回復はちゃんと落ちてるんで皆さんご安心ください。回復はしっかりと落ちております。ナイスパーズ、ナイスです。さあ、楽しいね、楽しいね。あ、ラードレーンよみたいなラードライター、ラードライターなかなかいいね。お、これじゃないねん、俺がね、こいつが出てほしくないんですよ。ここにね、セフィロスの素材があるんですけど、ネオエクステスがセフィロスを落とすんで、こいつではないんだよねという感じで、ここで火を組んで回復諦めて木と光を組めばいいかな。こうして、こうして、こうして、で、こうして、あれあれ、ずれた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 よー、ずれました、皆さんごめんなさいごめんなさい、めっちゃずれました、くっそーさ、頼んだ、仇は頼んだ、仇は頼んだ。
皆さん火は落ちてるんでご安心ください。火はね落ちてます。結構皆さん焦ったと思いますが火はねしっかりと落ちております。で火はしっかり落ちてます。ドーン、ナイスです。さあ私はこれ、これ光欠損してない、これ光闇欠損してるよね。光闇欠損してるからダメなやつや。さあってことは、ってことはこれは要するに火がいらんから火を消してったらいいのかな。火と木を消そうか。回復もいらんかな。回復消してんで、いや回復これいるね。これで来い、これで来い。よしよしよし、とりあえず OK やけどとりあえず OK やけど、ちょっと光の位置が遠いね、ちょっと光の位置が遠いね。あ、読みか読みか読み、あ、カーリーからの読みか。最後やから好きに使ったんか。なるほどね。ナイス。ほんで、いいね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 。貪欲に貪欲に攻めていく。ナイス。貪欲に攻める。そしてしっかりと町が来る。町が来る。町が来ております。素晴らしい。素晴らしい。さあ、これはまた欠損してるのかな？欠損してんのか。意外に欠損するね、今回は。ハトフロでね、欠損するのってあんまりないんですけどね。わりかし今回は欠損しておりますね。どうしよっかな。ここに光回復。こうして。あ、ちゃちゃ、出た。こうして。んで、ちょっと、聖地だ！どうだ、この聖地力。この聖地力どうだ？揃った、色揃った？色揃った、ナイス。ナイスもらいました。ナイスもらいました。ラードラ使って、ラードラ使って、ちょっと聖地一応してみたけど、役立ったかな。一応私聖地を、あ、ナイスナイスナイス、ありがとう。生かしてくれました、生かしてくれました。生かしてからの、おお、貪欲に、オッケー、ナイス、うまい。水が待ちになっております。水が待ちになっております。いや、楽しいね。ナイスです。ドーン、ナイス、ナイス。ナイスでございます。でてーん、初陣はなかなかいい感じの勝利じゃなかったでしょうか。さあこれで、ここ問題、ここ問題。おし、クラウド来た、クラウド来た。あー、ここね、ここどうせやったらバッツなんですけど、ここバッツの素材もね欲しいので、まあ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 。そしてね、素材の数を皆さんにお見せしましょうか。ドン、28個、多分クラウドスキルまでいきます。そして、ヤシトラも、スキルまでできると思います。というわけで、カズドンさんありがとうございます。大変助かりました、楽しかったです。そしてモンスターポイントももらえるというのはなかなか美味しいでございますね。さあ早速打っていきましょうか。早速ね、この辺は打っていきます。この2体だけかな、この2体を打って、じゃあ次はこっちかな、コラボ2の上級いきましょう。ちょっとお茶飲んでコメント見ましてもらいます。あ、うまい。ちょっとコメント読みましょうか。ちょっとコメント読みましょうか。モンポもう少し多くてもいいのに。さあ、結構コメントくれてるね。ありがとう。音小さい。音が小さい。あ、じゃあこれぐらいでいいかな。本命はコラボダンジョンに。なるほどね。ちょっと、あ、でもちょっと大きいわ。ちょっと大きいかも。あ、どっちかわからん。どっちでいいんやろ。じゃあ一回、パズルの音がすごい。ちょっと待って。一回じゃあ 70% にしましょう。今 80% にしてるんですけど、70% にしてみます。グルーブコース、あ、そう、あれかっこよかったよね、確か。ギルガメッシュ、そんな。そう、ギルガメッシュね、そう、やたら喋るっていうのが、それがすごい辛い。ナイス聖地ありがとう、ナイス聖地ありがとう。よし。よし。いやー、コメントみんなありがとう、マジで。さあ、行きましょうか。すごいって言ってるね。というわけで、2行きましょう。2の上級参ります。よろしくお願いします。ポン。で、今回も、また。ID でいきます。今回も ID でいってみます。さあ楽しいね、よろしくお願いします。さあ今結構何人ぐらいいる。60人もいるよ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。お、ポテトさん、そしてボルメちゃんですね。
ボルメちゃんでいきますか。おっとパンドラだ。パンドラになったんでパンドラでいきましょう。では、ポテトさんよろしくお願いいたします。でん、いやー楽しいね。パンドラはね、おお、なんか闇めっちゃあるやん。おお、せ、久々、おこう。ずっとね、セフィロスの素材、あ、やばい。通信中は怖いよね。ずっとね、セフィロスの素材狙っとったから、あれなんすよね。ここ久々に来ます。ここめっちゃ久々に来ます。OK。めっちゃずれてたんや。これ、めっちゃずれてたんや。俺全然下見てなかったけど。めっちゃずれてたんや。ごめん。ごめん。ごめん、すげえなんか喋りながらなんか余裕こいってたらすげえミスってました。申し訳ない、申し訳ない。今のミスめっちゃ見たかった俺。さあ、アルティミシア。ここが確かスコールとリノアですよ。だからこの二人もスキル上げするの難しいんですよね。さあ、クジャ。ここはジタンです。ここはジタンでございます。では、使ってみましょうか。さっきすげえミスってしてすげえ悔しいね。ちゃんと見ながらパズルしよう。ちゃんと見ながらパズルします。ちゃんと見ながらパズルします。OK。水の町。あ、闇が落ちた。闇が消えてしまいました。闇が消えてしまいました。クジャはね、まあ、前の動画でも言ったんですけど、なんとね、石田明さんが声をやっております。もうそれだけ絶対言いたくてね。石田明さんが声をやっております。もう超有名、超絶有名、その声優さんでございます。さあ、これはね、ジェクトさんです。これジェクト、あ、ジェ、ジェマルト。そう、ジェマルトです。そう、ジェマルトです。ジェマルトさんです。正式名称はブラスカの究極召喚。ブラスカの究極召喚さんでございます。さあ、こいつがね、超級カラーは厄介なんですけど、私はヴァンパイアロード使って、こいつマジめっちゃ役立ってるよね、俺のパーティー。こいつがおらんかったら、ほんとね、セフィロスのパーティーも組めんかったし、あ、これもったいない、これもったいない、これもったいないから、こんな感じで、なんとかごまかしてみました。あー、オッケーオッケーオッケー。あー。あー。で、これ何でしたっけ、これ何のボスでしたっけ、教えてもらってんけど、忘れちゃった。で、これが13です。おいよいよの、ボスです。ボスじゃないんか、これはボスじゃなくて、おいよいよなだけかな。さあ、覚醒パン、これはね、究極パンドラ。究極パンドラでございます。ナイス。素早いね。素早いパズルからの、ボーン。オッケー。貴様も復讐のどのコーナー、言うとるわ。さあ、ボス。さあ、オーファン。そう、オーファンですね。我が名はオーファン。世界に最後のどのコーナーって言ってるやつです。これの後に、隠しボスがいるんで、これもズオーパンドラ決め込みます。これズオーパンドラ、あーでももったいないかな。まあいいや。申し訳ない。私ちょっと気持ちよくなりたいんで、ズオーパンドラ決めます。気持ちよくなりたいんで、ズオーパンドラからのロマノフでさらにラックします。1,2,3,4,5,6,7。7個なんで、あれします。7個なんであれします。ちょっと待って、思い出すから。ちょっと皆さん待ってくださいね。思い出します。7個は、ここに3つで、1,2,3,4,5,6,7。OK。思い出しましたので、やりましょう。こうして。ちゃうな、こうか。で、こうやったっけ？いや、違う。全然違った。あれ？イメージできとったのにな。イメージできとったのにな。ナイス。イメージできとってんで俺、あ、ナイス言ってくれ、イメージできとってんで、いや、イメージが気になったんけど、おかしいなぁ。さあ、パズさん、ズオーからの、そう、俺がパンドラ使っちゃったからね、あ、でもこんな感じの陣できんのか。なるほど。ズオーハンドで、列でございます。ズオーからの、こいつのやつが半蔵やったっけ、服部半蔵で、こんなことできんねや。ナイスでーす。ナイスでーす。イエーイ。と、おかしいな。火力配置できとったはずやってんけど、あれは惜しかったな。さあ、ここです。来い。お、これ何と、ティーダ。よし。ティーダのフラタリティゲットでございまーす。というわけで、ポテスさん、ありがとうございました。大変楽しかったでーす。ポン。さて、で、こいつら確か、いらんかな、これいらんかな。んーで、15% 減少。
あーちょっとだけ残しとこうか。でこいつは確かね一応置いときたかったから、この2体は置いとくという感じでいきましょう。さて続いて1の中級に行きましょう。あ、上級か、上級行きます。さあちょっとお茶飲みます。はあ、うまい。さあコメント見ましょう、コメント見ましょう。石田明さん石田明さん、数字が、画質が悪くて、あ、そうかそうか、画質悪くて数字見えへんか。うまい人には気持ちいいな、確かにそれはある。さあでは上級参りましょうか。よろしくお願いします。ドン。さて待ちます。一回またパーティー見せましょうか。パーティー、ボルメテウス、パンドラ、セフィロスで、サクヤで、ハトホルで、ベルナンディ、これバステといけます。でカストロは読みドラいけます。お、イブさんよろしくお願いします。でこれがオロチで、ティフォンで、これがタマドラです。すごいパーティー来たぞ、すごいパーティー来たぞみんな。すごいパーティー来たぞ。というわけでイブさんよろしくお願いいたします。すごいのが来ました、ドン。さあこれなんか本当楽しいよね。おい、あと闇多い。さっきも闇やたら多かったよね。さっきなんか知らんけど全然組めんかったから、ちゃんと今回は組んでいきましょう。ちゃんとレッツはね、なんとなく組んでいきたいから、レッツは組んで水消して、水消していこうかな。OK! よし、水はね、私すごい嫌いなんですよ、このパンドラパーティーの時。パンドラパーティーの時の水は本当に嫌いです。さあ行きましょう。お、生放送頑張ってください。ありがとうございます。マスコットさん、あ、マスカットさん、失礼しました。マスカットさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ナイス。ウボワーですね。ウボワーです。お、しかも、本命の謀略。カオティックコール。エロイクタンク。すげえ。なんだよ、それ。すげえな。スキル使い放題でめっちゃ楽しそうやね。シュッてして、シュッてして。あ、またずれてる。怖いな。踏んで、水組んで、水組んで。闇は残しておきます。闇は残しておいて、闇が消えていくやつ。闇が消えていくやつでございます。ナイス、ありがとうございます。テン。いいね。てか、これちょっとスキルもう一回見たい。スキル見たい。スキル見て、この、エロウィークダーク、カオティックコール、混迷の銅のコーノ。私、禁断の箱でございます。すごいね。大体何でも、何でもいけるやつやね。ナイス。さあ、ゼロも座れば滅びる。フォーとかね、皆さん、あれ教えてください。ファイファン、どっか、おし、来た!ネオエクセス来たぞ。ファイファンは、どのシリーズをからスタートしましたかみたいな、そういう質問いきましょうか。どのシリーズから皆さんスタートしましたかという感じの質問、どうでしょうか。皆さんの FF の、初 FF だったり、いや、一番思い出に残ってる FF かな。一番思い出に残ってる FF なんかをね、皆さん語っていただいてはいかがでしょうか。さあ、来ましたよ、ケフカが来ました。6もね、相当好きなんですよ、私。6の、あいつです。シャドウ。もうシャドウ大好き。お、カオティックコール。からの、これはエオリックダークか。これどんなぐらいでんの、え、嘘、450万とか出てるやん。え、マジで、そんなものは、この私が破壊する。マジで、あれがやっぱり効いてんねや、ドロップ強化が。すごいね。さあ、これでロマノフ使って楽しようか。ロマノフ使って楽しまーす。1、2、3、4、5、6、7。7来ました。7ちょっと思い出すね、もう一回。7ね、こことここと、こう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 なんすよ。なんですよね、確か。なんで、いけるよね。よし、来た!よし、来た!これはいったやろ。最大だよ。最大火力配置きました、最高です、ありがとう、ナイス、ありがとう。いや、でもこれやっても400万出えへんねや。ナイスです。すごいね、やっぱ泥鏡って。うわ、めっちゃ踊れる。列しかも1個やもんね、あれ。俺2個作ってんのに。お、何これ、大丈夫、
おー、危ない。危ない。なんか、アンドロイド版は不具合があって、クリアできないみたいな、そういうね、不具合があったみたいなんですけど。よし!よし、来た!よしよしよし。これこれこれ、これが一番嬉しいんですよ。ありがとうございます。で、これがクラウドですよね。クラウド29本、9本。これはもう勝ちですわ。もう勝ち確ですわ。明日からイベント始まるしね、3倍の。というわけで、イブさん、ありがとうございました。大変助かりましたよ。ポン。いやー、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。あのね、今回は俺緊張せんでいいから、それがね、すごい気楽なんですよ。まあ、もちろん緊張してね、あの、挑むのももちろん楽しいんですけども、買った時にね。やっぱりね、今すげえ気楽にやらせてもらってますよ。じゃあ、2の上級行きましょう。次、2の上級行きます。あ、みんなのちょっとあの、FF 話あるかな?コメントあったら嬉しいけど、あんまないかな?あんまないかな ?FF やったことないっていう人がいた。8から10までやりました。8と9が好きです。ナイスです、ナイス。僕ね、1から全部やってます。1から全部やってます。FF 何からやるか分からなくて、結局やりませんでした。8スタート。あ、意外に金村さんは8スタートなんや。最初にやったのはスーファミの6。あれ?なんか、俺だけおかしない。俺まあ、リアルタイムではやってなかったけど、リアルタイムが4ぐらいかな。確か。7、そう。7はでも衝撃でしたよね。7はほんまに衝撃やったよね。10しか、あ、でも10はね、やっぱり、僕ね、1位、2位を争うぐらい10はね、面白いと思います。もうストーリーがね、最高で、あとキャラクターとかもめちゃくちゃ最高ですね。アバロンドレイク継承させようかな。アバロンドレイク。あ、火力配置言ってくれてる?火力配置言ってくれてる?火力配置言ってくれてる?二色人は火力配置がやりやすくていい。そうそうそう。結構ね、あとね、7と8だけ覚えました。7と8だけは覚えました。さあ、行きましょうか。というわけで、これコラボ2ですね。コラボ2の上級参ります。よろしくお願いいたします。ポン!トン!では、よろしくお願いします。お茶飲みます。いやー、楽しいね。皆さんもね、あの、どんどんコメントで会話してってください。コメントで会話してってください、どんどんね。コメントすげー嬉しいんで。お!山田さん来てくれました。しかも、アットマークベイ君、ありがとうございます。お!これ要するに、クワトラチャージャー確か、回復含むやつやんね。オッケーオッケーオッケー。ってことは、これでいけるよね、ボルメで。うちマシンタイプのみやったっけこの子。まあまあでも大丈夫でしょ。これかな?いいね。これ懐かしいな。シンジ懐かしいな。お、これ何これ何?カッカブ。バイン、あ、あいつかあいつか。あの、何やったっけ?そうそう、列作るやつやね。列とかは縦列か。行きましょう。よろしくお願いします。山田さん、よろしくお願いします。トン。またしてもあれなんでね。行きましょうか。またしてもあれなんでね。さあ、多色。本日初多色かな?本日初多色。あ、多色がハトフルがいました。ハトフルがいたんであれですけど。ちょっと待って、ちょっと待って。やっぱ多色緊張するよね。多色緊張するんで、ちょっと皆さん待ってくださいね。ちょっと考えます。あ、ありがとう。ナイス、ありがとう。緊張をほぐしてくれました。私の緊張をほぐしてくれましたよ。こうして、踏んで、こうして。あ、これ、無理や。4つ消しできんかった。4つ消しできんかった。よし、4つ消しできんかった。これね、なんか緊張するよね。多色。悔しいな。OK。ちょっと、これいつもの体勢でやっていいですか?いつもの体勢でやります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こうなよね。こうな。いや、でもまあ、こうしたよね。あ、これならいける。これならいける。ちょっと待って、こうか。OK、ナイス。ちょっと俺猫背なんでね、猫背でやります。猫背でやりさせていただきます。さあ、行くぞ。さあ、これはね、ジェマルなんとかさん。ジェマルなんとかさんでございます。ジェマルなんとかさん。こうして。OK! よし、いい感じ。いい感じですよ。ありがとう。ナイス、ありがとうございます。よし、OK。これやね。この体勢。これ。これちょっとね、顔消えるな。顔消えるの悔しいから、俺、ちょっとやっぱ顔出し言うてるぐらいから、顔出したいから、顔出していきましょう。顔出し、おー、いや、これで、よし。顔出し言うてるぐらいからね、顔は出してきたよ、なんとなく。ナイス。OK。ドーンって、
ました。これはね、火を持ちたい。正直火を持ちたいかな。正直火を持って、で、木も作りたいね。木を作って、で、水を汲みに、闇かな？闇汲みに行ったらいいかな？こうして、んで、水かな？水汲んで、で、闇汲んで、こんな感じで。2、3、4、5、OK！ よし。ええぞええぞ。ナイス、ありがとう。楽しいね。これかな？これかな？これでいこう、これでいこう。よし。さあ、魔術師オーファンが来ました。魔術師オーファンが来て、これなんていうもん？世界に全てを、世界を救う。世界救うって言ってない？でもこいつ。ええやつかもしれんぞ、下手したら。こいつ下手したらええやつかもしれんぞ、みんな。なあ、世界救うって圧倒的に言ってたよね。なんでやろう。ねえ。敵やろ。お、来た来た。カッカブ。カッカブが列を作る。で、これいいよね。でも、これクラウドもこの好きだから、すげえ便利な気がするな。OK、ナイス。ナイスコンボ。ナイスコンボでございまーす。さて。もう私ね、集中しております。私ね、集中しております。ここで、ここで闇四つ消しにしようか。踏んで水作って、あ、火を作ろう。あ、オッケーオッケー。大体わかった。こうして、んで、こうして、こうして、で、あー、くそー！くそー！もう四つ消しにしたかったけどな。オッケー。四つ消しにしたかったんだが、なんとなくいかなかった。オッケー。ナイスでーす。ナイスでーす。いいね。でもこれ頑張って作ったんやね。シェードスパード。俺も作りたいねんけどな。なかなか作れなくて。ナイス。ほい。やっぱ楽しいね。やっぱ多色も楽しいですよ。というわけで、ポン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 。お、これは？あ、シャントット来てない。シャントットもちょっと欲しかったんやけどな。で、これジタンちゃん。オッケー、ジタンゲット。というわけで、ありがとうございます。山田アットマークベイクモメさん、ありがとうございます。お、しかもフレンドじゃなかったんですね。というわけで、よかったらフレンドになっていただきたいので、申請させていただきます。よかったらお願いいたします。ポン！さて、行きましょうか。コラボ、今2行ったから1やね。今1飲みましょう。よしよしよし。また上級行きまーす。お茶飲みまーす。コメント見まーす。バッツのスキルめちゃくちゃいいよね。バッツのスキルはマジでいい。昨夜のサブに P 詰めていこうかな。ああ、確かに。スクエアとエニックス合併したときびっくりしたよね。どっちも、ね、自分からしたら最高のあれやったもんね。最高のあれって言うから最高の会社やったもんね。あれはマジでびっくりした。クロノトリガー懐かしいね。クロノのこと。クロノはね、曲またいいよ。クロノトリガーはね、また曲が良くてね。あのね、三田さんやったかな。クロノトリガーの作曲者はね。あのね、特にあの、世界変革の時っていう曲名の、あとね、世界変革の時と、カエルのテーマ。あのね、2曲はもう神曲でございます。さあ、というわけで、行きましょうか。上級参ります。よろしくお願いいたします。ポン！はい、OK。ではまたこちら、ID で募集させていただきます。お、シャンショット、シャントット出た。ナイスナイスナイス。シャントットね、列やつが4つぐらい持ってて、結構スキルもね、かなり使えそうなんでね。確かパンドラ使ったらその後に2列ぐらいに一気にできていい感じです。お、来てくれました、ありがとうございます。ロイさんが登場。そしてバスニャンですね。というわけでロイさん、よろしくお願いいたします。私のこちら、ちょっとね、レベル12でね、全然あれなんですけども、指持ってたんで、とりあえず指を詰め込んでみました。よろしくお願いします。ポン、指詰め込みパーティーでございます。指詰め込みパーティーでいきましょう。ね、だからこれはこうして、で、こうしてこうか。 OK！ これ結構いい感じちゃう？よし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 。よしよしよし。ありがとうございます。これは気持ちよかったね。OK！ このバッツがね、レベル12なんで、全く火力にはなってませんが、とりあえず指を詰め込んでおきました。わー、もうこれほぼ完璧なパーティー。最高やね、このパーティー。私も組んでみたい。
ッケー、うまいね。これ全部落ち、全部落ちてた。これあれか、狙ってたんか今の。何や、すごいな。マジかマジか、全然よく分かってなかったけど落ちてたよね今全部ね、ちゃんと。すごいね。ずーっとどうしようかな。ここ闇あるから、ここでかー、ここ闇、そこに木あるから、こうしてこうしてこうして、待って待って、水を汲みたかったんだ今ね。最後に水を汲みに行きたかったんだが、まあ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 、よしとしようよしとしよう。水を汲みに行きたかったんだがな。はいはいはい、 OK。 練習しよう練習しよう、まあ、練習します。パーツの練習します。倒せって言ってる。任して、倒す倒す、任してくれ。お、来た、ふんばるにゃ、ふんばるにゃ来ました、ふんばるにゃ来ました。ぴったりです。キルメイと相まって、バスケットの可愛さが引き立っております、引き立っております。しっかりと分割して、木の2コンボ、ナイスコンボ、いいね。さあ私の番だな。もう考えてます、もう考えてますが、どうしたらいいんでしょうか。もう考え始め、おー、プラスはダメ、プラスはダメなんだこのダンジョンでな。来た来たぞ来たぞ、みんなこいつは絶対に倒そう。これこうして、で、こうして、で、こうして、こう、オッケーオッケーオッケー、なんとか、なんとか6コンボ、なんとか6コンボいったぞ、オッケー、ありがとう、テン。よし、やはり指があると全然変わってきますね、うん。指は最強の覚醒スキル、最強ではないかもしれないけど、本当に強い覚醒スキルでございます。ビシュルを使って、この2個増やすっていうのがまたいいよね、ビシュル。これ、にくいよね。木増えすぎたら増えすぎたってめんどくさいもんね。そう、それなってやつ。完璧です。うわー、火落ちてた、今。火落ちてたね、あんまね。ナイス、ナイス。ナイスでございます。ナイスで、もうやめとこう、それやめとこう。ナイスでござ、ナイスでござ、いや、それやめとこうか。うん。ちょっと恥ずかしなってきたからやめます。ちょっと恥ずかしなってきたから私やめます。そんなものは、この私が破壊する。さあ、破壊される前に倒しましょうか。破壊される前に倒します。これ、だから、木あるから、これで噛んでいくか。これこっから、シュイーン。いや、違うな。シュイーンじゃないな。こっからシュイーンかな。こっからシュイーンってして、で、水は落とす、いや、こっからシュンってして、水をシュンってして、ちょっとよくわからなくなってきたから、行きましょう。よろしくお願いします。で、こうして、んで、こうして、あ、待って、ずれた、ずれた。ずれてるよ、ずれてるよ、ずれてるよ。こう、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 こう。で、水をね、本当は、水をね、右に持ってきたかったのが、私の実力では無理でした。私の実力では無理でした。オッケー。私の実力では無理でしたが、ナイス。ありがとうございます。ナイス。イエーイ、ポン。いや、楽しい。いや、楽しいよ。難しいよ。そして、やっぱりね、このパーティーは本当に難しいけどね、使いたい。本当に使いたいよ、このパーティー。あ、違ったか。ネオエクスデスやったか。これ、ユーナロッド29。これ、絶対ユーナ欲しいよな、ここまで持ってんのやったらな。というわけで、ロイさん、ありがとうございました。大変助かりました。トン。さあ、売却しましょう、売却しましょう。ほんでね、空きが全然なくてね、もうマジで石をね、ずーっとこのボックスに開けて持てるんですよね。まあ、すげえもったいないんですけど、アルティミシアは使うよね、使うよね。で、これも使ってた。OK、こんな感じかな。OK、打って、さあ、次は2ですね。次、うわ、俺めっちゃ微妙なところやったな。次は2に行きましょう。次は2に行きましょう。これどうしよう。今結構やってるよね。あ、結構やってるね。結構やってるね。そろそろ、そろそろ、あれかな。終わった方がいいかな。みんな、どう？よいしょ。さて、ちょっとコメントまた読ませてもらいましょうか。またコメント読ませてもらいます。コメント読ませてもらいます。カエルのテーマめちゃめちゃいいよね。てて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 て。ね、てり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 ってやつね。あれ最高ですわ。のりさん、ありがとうございました。ナイスって言ってる。ボックスはほんまに悩むよね。
もうね、でも売るんもね、あの後でまたその素材を取りに行くのめっちゃ嫌やから、俺だからもうね、ボックスに石使ってるっていう、そういう悲しい状況でございます。というわけで上級参りましょうか。コラボ2よろしくお願いいたします。ドン。さてよろしくお願いします。テンテレレン。じゃあ口拭きます。口拭きます。ダメ、まだ行こう。聞いてくれました。お、青葉さん来てくれました、ありがとうございます。バスニャンでございますか、任してくんなまし。かわいいねこのパーティー、リュービー以外は認めましょうという感じのパーティーでございまして、青葉さんよろしくお願いいたします。トン、リュービー強いもんね圧倒的に。最後ここで光くんで、お、大丈夫かな、 OK 大丈夫だね。ここで光くんで斜め入れたらすげえ楽やから、斜め入れて、で、火やろ。で、そこでそんな感じやな。OK、こうして、こうして、OK、これはいいんじゃないでしょうか。これはいいんじゃ、あ、ちゃう、これはこっちで組んで、こうやな。OK! よし、ということで、なんか木が全然ダメやったけど、木がね、四つ消しにしたつもりでしたが、全然できてませんでした。ありがとうございます。よし !OK! 木を四つ消しにしたつもりであったが、できてなかったやつ。クジャでございます。この曲ちなみにね、2です。そうやね、2やね。どうしよう、今知ったか言ってもらったらどうしよう。あ、外れちゃったな、外れちゃったな。まあ任してくれや、分かっとるぞ、分かっとるぞ、私には見えておるぞ。さあ、これはじゃあアルミン貼って耐えましょう。アルミン貼って耐えまーす。だからここで、ここでもうちゃんとね、組んでいきたいよね。ちゃんと考えて組んでいきたいんだけど、なかなか難しいね。こうして、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 で、こうして、こうして、こうして、なんかできる？あー、回復を組めたね。回復頑張ったら組めた。回復を頑張ったら組めたけど、組めなかったです。OK! ただ、スキル使ったからちょっと強いんちゃう？俺たちちょっと全然、おい、惜しい惜しかった、惜しかった。結構、やっぱり。復興属性でも火力出ますね、スキル使ったんで。あー、火は落としたいけど、そう、水をどうするんだって話になってくるから、うん、変えました、変えました。それが正解です、それが正解です。うまい、うまい、うまい。4つ消しには惜しい、4つ消しに間に合わなかったが、はい、4ナイコンボ、ナイス。さて私の番だ、私の番なんやけど、ここで光り、こうやな、オッケー、よかった。で、ここで闇こうして、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 こうして。オッケー！ 6 コンボぐらいかな？あ、火がずれとったんか。火がずれておりました。気づきませんでした。悔しいなぁ。ずれるねぇ。オッケー、グオーって言って倒れました。こいつグオーって言って倒れたって、そこやんな。グオーって言って倒れたかっていうと、すごい気になるよね。そんな倒れ方したかな、彼ね、超重要人物、天の超重要人物。おー、うまい、うまい、流れるようにコンボを組んできました。ナイスパズルでございます。さあ、火がそこにあるのか、火がそこにあるから、水を汲んで、火を汲んで、みたいな感じかな。こうして、で、こうして、こうして、で、こうして、こうして、こうして、オッケー！いいんじゃないかい？オッケー！これは気持ちよかった。これは気持ちよくできました。これは気持ちよくできましたよ。オッケー！貴様も義務をどうのこうの。様も義務をどうのこうの。魔術師オーフェンでございます。ドドーン、最後のどうのこうの、これ永遠に読めません。あの文章私永遠に読めません。さあやっちゃってください、やっちゃってくださいよ。テテレテレ、アルテミス使っていく、最下はアルテミスでございます。ただこれは難しいね
これ分割難しいよね、なかなか。おー、でもうわすごいすごい、キレキレ、めっちゃうまいめっちゃうまい、うめえ、ナイスパズル、テン、ナイスパズルでございます。おー、今一瞬遅延が行われてドキッとした。ムハハハムハハって相当変態で大丈夫君、あいつ相当変態やんな、俺ずっとそれ思っとったんやな、こいつめっちゃ変態やなと思ってたんや。でるでるでるでシュッてして、シュッてして、これ3なり余裕ないよね絶対。オッケーオッケーオッケー、一応はいけた、一応はいけた、オッケーイエス、いい感じでございます。いやー、やっぱコンボは楽しいね、コンボパーティー楽しいよね。ナイスナイスナイスありがとうございました。さあ、素材が落ちたかどうか気になりますね、素材が落ちたかどうかが気になるけども、お、いい感じいい感じ、これ時短、これ時短でございます。そしてティーダのフラタニティ、よし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 、ここが落ちてほしいね、でもここが落ちてほしいねんけど、これはどうしたらいい。というわけで青葉さんありがとうございました、大変楽しかったでございます。ポン、さて私これ回復して、うわーこれ悔しいな、でも3回か、3回やったらよしとしよう、3回いけるならよしとしましょう。というわけでこれいつと、これは持っとくんやったっけ、あーこれなんとなくありやなって言ってたの、これ持っときましょう。さあ、じゃあ次1行こうか、次1行きましょうか、よし、じゃあ 1の上級行きます、お茶飲みます、うまい。さあコメント読ませてもらいます。お、うまいって言ってるね、うまいですね、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、みんないいね、コメントがいいよみんな、漢字になってしまった。ああ青葉さんね、これね、確かにかっこいいな、ほんでやたらめったらかっこいいな、私は帰ってきたって言ってた、私は帰ってきた、おかえりおかえりなさいシュートバッツもおつなもんだぞよそう、シュはね、北斗の拳結構やっぱ彼も使いますよね、二体攻撃持ってるし、スキル持ってて、で指持ってて、スキルもいい感じやしね、うまいって言ってる。そう、確かにバッツはね、絵が全然ちゃう、特にバッツ全然ちゃうよなって俺も思った。よし、お、カズッチさん、私、俺はパズル下手だな、上手くなりたいいや十分上手いですよ、みんな十分上手いですよ。さあ行きましょうか、では上級参ります、よろしくお願いいたします。ポン、スタミナが全回復してからの、よろしくお願いします。パーティーこんな感じでやっております、パーティーこんな感じで、ちょっとさらーっと流しますが、こんな感じでやっております。あとホルベルダンディカストル、ホロチ、ティフォン、コタマドラパーティーでございます。さあ誰が来るか、お、来てくれた、エコさんありがとうございます。バスニャンですね、トン、お、いい、しかも劉備2体編成、劉備2体編成という超絶2体攻撃パーティー、お、ラーバステトえ、ゴンさん、シバドラゴン、シバドラゴンは神やからどうしようもないよね、ハクは無理や、お、それはいけるぞ、ティフォンで行く、ティフォン来た、任して、ティフォン任して来たというわけでエコさんよろしくお願いいたします。ドン、ティフォンね、実は結構久々やな、結構久々やけど、さあもうこれどんどんスキル使っていいんだ、あ、やばい、通信中出てる、大丈夫かな、 OK、 とりあえず大丈夫、ちょっとスキル使っていくタイプでいってみましょうか、あ、じゃあこれいこうか、いきなりブドドロちゃんいってみましょう、ポン、ブドドジョラちゃんでなんとなく増やして、で4つ消しをそこに決め込んでからの、こうしてこうして、よし、列じゃい、これはもったいないから残しておきましょう、ほら列42倍、こんなあっさり42倍を出せるっていうのが本当に強いね、このティフォンさんは。やはりさあ、ウボアーさんでございます、ウボアーさんでございます、これいいよね、バルキリークレール、俺は欲しいで、俺ね、まだこの何やったっけ、ドラゴンボールコラボね、体験したことないんでね、ぜひまたドラゴンボールコラボ来てほしい、早いね、めちゃめちゃ早いね、
ナイス、ナイスパーズ。さてこれで次パンドラ使いましょうか。これでこの火力ってマジ強いよな。それがねやっぱ魅力的でございます。さあ行きましょう。パンドラちゃんがちょうどいい感じの盤面なんでパンドラ使っていきます。はい、ここで列と列作りましょうか。だからこうしてこうしてこうして、で、これ気持ちよくなる、これ気持ちよくなるやつできます。これ気持ちよくなるやつできます。これ気持ちよくなるやつです。これ超絶気持ちいいです。さあ水着パンドラが160万。そう297振ったからね、2体攻撃したらマジめちゃめちゃ火力出してくれます。パンドラちゃんはね、水着はね、水着パンドラは2体攻撃2つ持ってるんでかなり強いですよ。さあパンドラ使っていくぜ。別そうこのね気持ちいいよねこれうまいうまい、そしてうまいパズル、めっちゃ綺麗に分割されてましたね。ナイスです。我は滅びぬ、我は滅びぬってきてからの、よしエクスデス来たぞ、みんなエクスデス来たぞ。さあ狩るぞ、こいつ狩るぞ、ラスボスやけど、あミスった、やばいやばい、これミスってるやつ、これミスってるやつ、これミスってるやつです。ごめんごめんごめん水を落とそうとすごいなんかパニックになってしまいました。水を落とすことに躍起になってしまいました。 OK、 このパーティー結構完成されてるよね。ナイスでーす、ナイスでーす。チャンチャンチャン、最後チャチャチャンって一緒に歌ってもね実は合わないですよ。さあ来たぞキーフォンからの、うん、これやっぱいいね、これかなりいいよね半蔵さん。あでもギリギリ6個やったよな、よく考えたら。おうまいうまい、しっかり下に分割しにいってる、うまいね。いやー火力がえぐい、火力がえぐいでございます。さあそんなものはこの私が破壊する。さあ破壊される前に破壊してあげましょうか。というわけでやはりやるのは決まってます、決まってます。ティフォンからの明智さんでございます。ドーン、結構回復多いな、結構回復多いことになっちゃってすげえ困っておりますが、だからめっちゃ連打してくれてありがとう。これね、そこに闇持ってったらいいから、そこに闇持ってったらいいから、どうしたんやろ、こうしてで、こうか、こうやね、 OK。 めっちゃめっちゃ無口やったけど、めっちゃ無口やったけどなんとかなりました。おりゃーすげえ600万、えぐいやっぱティフォン火力半端ないね。ナイスナイスでございます。トン、おしいいぞこれですわ、ここだけね本当に落ちひんねん、ここ2分の1の癖してここほんまにね落ちひんのよな、それがすごい私は、ショックを受けております。エコさんありがとうございます。そしてフレンドじゃどれなかったみたいなのでフレンド申請させていただきますので、よかったらなってください。ポン、さて今1行ったから次2ですね、次2ですね。ふぅ、ちょっと今呼吸困難起こしそうやったすげえ喋りすぎてて酸素足りてなかったです、申し訳ない、今酸素完全に足りてなかった。さてそろそろ終わろうかなね、10時過ぎちゃったし、1時間以上やってるね。じゃあ次でラストにしましょうか、次でラストにさせていただきます、よろしくお願いいたします。お、こんばんは、ありがとうございます。ドパズさんですね、ありがとうございます、こんばんは。じゃあ次でラストにするんで、皆さんよかったらお付き合いください。コメント読ませていただきます、コメント読ませていただきます。マルチやりたい、私パズドラスマホはしたことないな。あ、そっかそっか、一応タブレットでもできるもんねパズドラ。
劉備だけが浮いてる感あるんですか。 2way3 つに分かる。確かに劉備の 2way はマジ半端ない。劉備ハーレムエコーって言ってる。あ、さっきのエコさんと知り合い、もしかして。タツシーって言ってる。どうなんどうなん。あー、なるほど。なんかこれ通じ合ってない、この2人通じ合ってるね、多分間違いなく。知り合いか、それはそれでめっちゃ嬉しいけど。ナイスパズル。レッツパニッシュは指が多くて安心。それ指ね、もう何にしても指ですわ。もうとにかく指。指覚醒スキルはね、ほんとね、指。めっちゃ最強です、あれ。あれね、もう2体攻撃と同じぐらい強いよね。2体攻撃と同じぐらい強いでございます。じゃあ、ラスト、いきましょうか。よろしくお願いいたします。では、上級に参ります。ドン！こんな感じでやっております。こんな感じでやっております。最後やのに今更感あったよね。今更感あった、申し訳ない。今更感あったけど申し訳ないけども、行きましょう。さあ、お茶を飲みましょう。お、来てくれました、ルートさん。ルートさん覚醒パンドラでございますか。お、いいっすね、いいね。このパーティーも、このパーティーもいいですね。ではラスト、ルートさん、よろしくお願いいたします。でん、これはもう間違いなく私が使うスキルはもうこの瞬間決まりました。私が使うスキルはこの瞬間決まりました。さあ、行きましょう。ヴァンパイアロードです。ヴァンパイアロード使っていきます。ほんでシュッてして、シュッてして、ほんで水を消して、火を消して、でこうして、あ、こんな感じで OK。 よし、闇もしっかり残してパスできたんじゃないでしょうか。まあ、このダンジョンはね、言うても簡単なんであれなんですけども、こう相手のねことを考えてやるのも醍醐味ですよね。難しいけどそれがね決まれば楽しいですよね。マルチはで、マルチそうバージョンアップでスタミナも全部半分なんて、しかもスペシャルダンジョンも全部いけるようになるっていう話がね、なんか出ててめちゃめちゃ嬉しいですね。ナイスパズル、ナイスパズル。さあ、クジャタンを倒していく。さあ、次は私のスキル、使うスキルは決まっております。私が次使うスキルは決まっております。いけ、水木パンドラポーン。さあ、これは結構あれやな、少なめやけど、こうして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 、まあ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 、こんなもんでよしでしょう。まあこんなもんでよしでしょう。 OK、ナイス。あとイベントでまたチャレダン来るみたいなんで、それもね、見たみんなとやりたいね。前みたいな不甲斐ないことにはなりたくないねんけど、もうね、本当に前緊張したってね、申し訳なかったけど、みんなごめんって感じやけども、またね、チャレダン皆さんと挑戦したいですね。さあ、ヴァンパイアロード、これデュークやったっけ、デュークを使ってやっつけし下で決めつつ、急行消しか、あれは急行消しね。 OK、いやー、火力出るよね、このパーティーも。マジで楽しいよね。さあ、これガブラスちゃんでございますね。ガブラスちゃんは列で倒していきましょうか。よいしょ、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 OK。 あ、回復は消さんでよかったかな、回復は消さんでよかったかもしれない。あ、でもキー振ってきたからよしでしょう。パンドラちゃんが行きます。 OK。このパーティーヘイストめっちゃ持ってるから、それもまた強いんですわ。さあ、魔術師オーパン、これ読もう。世界をね、救うって言ってんだよねこいつ。でもとりあえずそれだけは読めんねんけど、じゃあ敵じゃないやんっていうところに行き着くもんね。じゃあお前何やって、おー、ナイスロキ。じゃあお前は何だっていう話になってくんねんけど、さあパンドラ使って、お、これは、おん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 、そういうことですよね。そういうことですよね。ナイス、ナイス。いいね。それぞれのみんなの作り方があって楽しいですね、これ。それぞれの、なんていうか、こう、変換のね、順番というか、キャラによって順番があって、それがまた個性がある。800万さすがのロキ様でございますが、すごいね。永遠が欲しくないのですか。そう思い出したんですよ、これ。5の、ホワイトウィンドウを使う、ホワイトウィンドウを使うやつっぽいんですよね。だから、ズオーいきまーす。パン、うわ、これ、費用ない
これめっちゃ必要ない。でもそういう時にこいつがねすごい役立つんですよ。とりあえず列を確保してくれるってやつ。これ全く私どうやっていいか分かんないんで、これ全くどうやったらいいのか分からないんですけど、これこうして、オッケーオッケー、4つ消しできそうやね。4つ消しできそうやね。1、2、3、4、あ、4つ消しも入れれる。オッケー、入れましょう。多分これでいいんじゃない。オッケー、これ結構綺麗じゃないね。オッケー、これ結構気に入ったけど、俺どうやった今。結構気に入ったで。よし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 、オッケー、オッケー。でもやっぱり相手さんのパーティーの方が圧倒的に火力出てましたよね。泥鏡の効果そんなにやっぱでかいね。すごいね、あれ、あのスキルほんまに強いんやな、明石さんの。ナイスでございました。しまった、ナイス連打するの忘れた、申し訳ない。ナイス連打するの忘れてましたが、よしよしよし、とりあえず押した。ここ落ちてほしいね。ここここ2分の1やから、ここめっちゃ落ちてほしいんだが、とりあえず時短はゲットでございます。そしてティーダもゲットですね。まあまあいい感じでございます。というわけでルードさんありがとうございました。というわけで、またね、フレンド申請させていただきますので、よかったらフレンドになってください。よろしくお願いいたします。あ、結構今日、フレンド条件になってしまった。申し訳ない。というわけで、相手さんか、相手さんか。仕方がない。またね、フレンドになっていただければありがたいでございます。というわけで、こんな感じで終わりましょうか。オーファンってどうなの？クロルイン。闇無効化、11ターン。まあ一応泣きにしもあらずみたいな。まあでもいらんかな。ケフカって何なの。あ、これはいらん、これはいらん、でこれもいらん。こんな感じでございますか。いや楽しかったね、楽しかったね。こんな感じで皆さんご視聴ありがとうございました。私のガチャ結果これでございます。今日のガチャ結果、あ、でもこれここで見せたら、あの、まあ一回いいか見せて。なんとね、ボボン、クラウド引いてしまいました。クラウド引くというまさかの奇跡、つか星6を2連発。奇跡でございます。よし、じゃあどこで終わろうかな。なんか可愛いので終わりたいけど、このパーティーもう一回紹介していいですか。もう一回このパーティー紹介していいですか。結構噛み合ってますよ。結構噛み合っててね、ロキをもともとここ入れてたんですけど、ロキね、指ないっていう時点で、どうなんていうやつだったんですよね。マジで。マジでね、指あるかないかで私評価が一気に変わりますが、こいつは絶対に外せない。というわけで、エンハンスも持ってて、指も持ってるというね、素晴らしい子がいました。しかも封印対象も1個一応持ってるんで、結構噛み合っております。強い。ただ2体攻撃が弱くなっちゃったんで、まあでもセフィロスがね、結局半端ない。200万とか出すんで、あっさり。まあね、いいんじゃないでしょうか。強い。そんな感じです。さあ。では、もう何時？ 10 時半近いで、これで終わりましょう。さあ、お茶飲んで、皆さんのコメントちょっと読ませてもらいます。皆さんのコメント読ませていただきます。いやー、かなりみんなコメント本当にありがとうございますよ、本当にね。私めちゃめちゃ楽しくやらせていただきましたよ。んで、よいしょして、あ、間違えた、こうか。OK。全然入れないと言ってる。ライトニング、そう、ライトニングも当てたかったな。ライトニングのスキルが欲しかったな、特に。セシル3体か、アポカリプス3体8。すげえな。光闇か。で、回復やねんな、セシルは。回復も作るからいいよね、セシル。うん。あれはかなり強いと思う。しかも指2つ持ってるしね、本人も。さあ、セシルの変化、そう、セシルの変化、いい、控え、めっちゃいい、めっちゃいい。グー、寝てないよ、グー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 、どうした、どうした、眠いか、眠いか。もう終わりですか、とりあえず今日は終わりましょうか。そのガチャ、マジ勝利、いや、マジで勝利やったよね。すごかったわ、びっくりしたわ。そしてね、なんと言っても、なんと言ってもこの子ですよ。この子が MVP でございますよ。皆さんガチャの動画見てない方いらっしゃいましたら、ぜひ見てください。この子マジで MVP なんで。素晴らしい活躍でございました。生配信楽しいですな。ありがとうございます。私もめっちゃ楽しかったです。私も楽しかったですよ。お、僕の名前読めるかいっていう、なかなか挑発的なコメントがあったんですが、松寺、いや、そっちじゃなくて、
っていうツッコミを入れつつ、そっちじゃなくてっていうツッコミ入れつつ、水気としか読めないです申し訳ない。水樹、いや違うよね、なんやろなんやろ。あ、そうそう、あと4000に近いですよ。でまだね、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、今のこの雑談タイムを利用してね、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。まだ登録してない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録をポチッと押しておいてください。よろしくお願いいたします。あとツイッターもやってて、ツイッターでね結構あのツイッの何だっけ、募集、生放送の告知したり、あとまあ動画のね告知というか、動画を上げましたっていう全然喋れんツイートしたり、あとね、動画外でもたまにね、私マルチ募集というか、よかったら入ってくださいみたいな感じでやってるんで、よかったらねツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。お、ケーキ説来てるよ。マツコデラックスどっからそこ行ったん。すげえ気になんねんけど、どっからそこ行ったんめっちゃええな。でね、最後にね、前みたい、いつもみたいな感じでね、スキル上げでやりたかったんですけど、今ね、スキル上げが、あれなんですよね。来てなくて、倍率、なってなくて。で、明日の12時からかな、確かイベント始まるの。まあ、イベント始まってくれてめっちゃよかった。そう、イベント始まってくれたからね、ほんと嬉しいんですけど、イベントが来て、で、それでまたスキル上げる3倍なんで、これでね、セフィロスだけちょっと無理っぽいけど、他の子たちは結構上がると思うんで、うん。上げて、またね、動画とかでもね、使っていきたいと思います。あ、なんか、あれないかな。まあ、いっか、その辺は後にしましょう。なんか、あと話すことあります？なんか話すことありましたっけ？なんかあるかな？あ、もうみんな名前、みんな名前すげえ気にしてる。みんな名前すごい気にしてる。ちょっと名前気になるから、それだけちょっと聞こうぜ。名前だけ聞こうぜ。名前教えてくれるかな？恥ずかしなってどっか行っちゃったかな。すげえ気になんねんけど俺。このまま終わるわけにもいかんぞ。どうだ。待って、俺のツッコミに対するそういうあれがなかった。俺結構綺麗なツッコミ入れてんけど、全然そこに対するなんか、わらっていうコメントなかったね。ダブルダブルダブルっていうコメントなかった。すげえショックなんやけど。まあ、終わりましょうか。ね。ちょ、これどうしよう、このスタミナどうしよう、マジ。え、あれ今来てなかったっけ、あれ。ちょっとごめん。みんなごめん。あれが来てなかったっけ、スペシャル。来てない。あれ、なんか俺ね、10時か11時か9時にタンが来るんじゃなかったかな、俺の ID。あ、せや、ごめん、忘れてた。あれ、それは募集します。募集します、ID 検索。はい。というわけで、よかったら皆さん、これになってください。よろしくお願いいたします。これ結構ね、この、ツイッターね、募集するときは、結構、フレンド公開して、フレンドさんがね、入りやすくなってると思いますので、よかったらね、またフレンドになってくれると、結構、マルチ、まあ、動画にはならないんですけども、マルチでね、一緒にやりたいと思ってるんで、皆さん、よろしくお願いします。ここに名前。で、名前の最後に、何でもいいんで、例えば、ベイ君、アットマーク、あ、せ、名前、あ、もういいか、ベイ君、アットマーク、応援とか、何々、アットマーク、ベイ君、応援とか、アットマーク、ベイ君とか、そんな感じで僕が分かるようにしてくれれば、その方申請させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。もちろんね、その後に名前変えてもらっていいんで、自分の名前が長くてね、名前ちょっと付け足せへんわっていう人は、もうとりあえずその時だけ、アットマーク、ベイ君応援とかいう名前でもいいので、その名前で、申請してくれたら、私、承認して、で、お気に入りに入れますんで、お気に入り入れたらもう多分名前変えても分かるはずなんで、よろしくお願いいたします。さて、いっぱい喋ったから私ちょっとお茶飲みます。俺、あれ、あ、今もしかして ID 見て、調べてくれたかな ?ID 見て調べてくれたんかな。タンって経験値めっちゃ多いんかな。少なかったら俺これ結構回れてありがたい。あ、絶対1600かもらえるか。1600かもらえるよね。タンってあれ5フロア確か硬いだけなんですよね。で、そんなに強くないっていうか、めっちゃ簡単らしいですよね、確かね。なんで、5フロアやったら私のさっきの究極パーティーでね、バハムートパーティー。バハムートパーティーで行きたいよね。もう大丈夫かな。まあ、よかったら、後でも大丈夫なんで、今スクショしてもらったら、後でね、申請、名前を、アットマークベイ君応援とかにしてくれれば、承認するんで、よかったらよろしくお願いいたします。ドン。でですよ。
これね、これちゃんと紹介したかった。これね、しかも結構ね、噛み合ってるんですよ、このパーティー。ドラゴンと悪魔タイプ攻撃力3倍、バハムートヘルヘブン。10ターンで固定ダメージですね。で、これがまあね、まあこっちにした方が良かったんですけども、まあバハムート僕好きなんで、どっちもバハムート作ったという感じですね。こっちは悪魔じゃないんですけど、バハムート。あ、でもドラゴンが3倍なんやったら全然これ噛み合ってんのか。めっちゃ強いやん、じゃあこのパーティーね。んで、ここも悪魔タイプで固定ダメージ。で、これが、まあ、天狗ですね。で、天狗。んで、フレンドに覚醒ラーとか。覚醒ラーじゃなくても大丈夫。スキブ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。スキブ足りてます。なんで、何でも OK です。固定ダメージ持ってたら何でも OK なんで、かなりね、周回がはかどります。玉ドラだけですけど、4階層だけですけどね、結構頑張りました。自慢はこんな感じでいいでしょうか。自慢話もここら辺で終わりましょう。どうみんな。あ、こんばんは。イマジンさん、こんばんは。ありがとうございます。今ね、ちょうど終わっちゃったんすよ。今すげえ雑談適当にしてる感じのとこでした。申し訳ない。単簡単なんやね。あ、せや、あともう一個ごめん。やりたいのがあって。でも全然終わらんけど、ちょ、雑談させて。もうね、すげえ喋んの楽しくて、俺はしゃあないんで。申し訳ないけど、雑談するね。この選択するやん。んで、ここにね、ここにですよ。違う。スキル継承。これ。こいつを私ね、入れたいんですよ。本当はね、威嚇3ターン入れてたら最強やなと思ってたんですよ。この3ターンやったら、クイックガードを使えるようになるんで、その威嚇撃った後にね、めちゃめちゃ強いやんと思ったら、あの子ね、ハロウィンのやつでいけるかなと思ったら、ハロウィンのやつは星4やったから、星5じゃないとスキル継承のね、アシストモンスターにできないということを私ね、知ってしまって、すげえショックやったんで、とりあえずこれをね、入れてみたいと思っております。イアン・クックの牽制するにゃ、イシスが牽制するにゃって言ったら結構なんか、萌えポイントじゃない？こんななんか綺麗なお姉さんが急に牽制するにゃって言ったら、結構萌えポイントじゃない？もう一回言おうか。イシス、もういいか。踏んで、2ターンの威嚇なんで、要するに2ターンのね、こいつバインド食らうから、2ターンのバインド回復を使ったようなもんなんで、結構ね、噛み合ってると思うんですよね。クイックガードと。踏んで、ボスに、まあ、倒したい時に、その威嚇使ったら、攻めとしても使えるんでね。もちろんね、状態上もこうやったらダメやけども、なんか似たようなね、意味合いのね、スキルを重ねたら結構いい感じな気がしたんで、しかも12ターンなんで、クイックガードどっかで使ってから牽制するには使ったりもできそうな感じがしますんでね。結構いいんじゃないかと思っております。あとなんかあります？もう全然話がね、楽しくて。あ、ごめん。今多分あいつ、お気に入り外したままやな。お気に入り絶対外したらあかん。お気に入り絶対外したらあかんから、お気に入り見つけましょう。フィルター、火のドラゴンやな。火のドラゴン。お気に入り絶対外してもうたから。まあいいか、それは後で見つけときましょう。あ、いた。これお気に入り入れときましょう。危ない。これは危なかったぜ。あとなんかあります？お、そう、4000人いきます。アウトジャットで4000人いき、もうずーっと喋ってるだけ。ごめん、みんな聞いてる？もうええかってなってるかな、みんな。どう？結構みんなもうええかってなってるかな。そっちかい。ありがとう、ツッコミ返し、ありがとうございます。天狗ってね、それ、天狗がなんとかかな、それもしかして。カエデが言った方が可愛いと思います。カエデ好き来た。バステドが嫉妬してまた来なくなっちゃう。ショック。また生放送、やりますね。多分、結構これ長いから、あと1週間以上ありますよね。やるかな？どっちやろ？チャレダンも来るから、チャレダンもしたいですよね、やっぱり。チャレダン緊張するけど。まあ、どうも。またね、生放送はやっていこうと思います。ガチャをやるかはすごい悩んでおります。ゴッドフェスも弾きたいんですけど、もうね、FF はやっぱり私にとって相当でかいんですよね。もう本当に好きなゲームやから、悩みます。ただね、こんな紙引きしたから、さすがに今度はないやろ。ちょっとね、わがままになりすぎるとまずい気がするんでね。まあね、ちょっと考えておきます。うん。そう、スキル素材がね、めっちゃあるから、それがもったいないなって思いで、まあ、引きたいっていうのもあるんですよね。お、チャレダン引きたいって言ってる。チャレダンやりたいって言ってる。ファットって言ってる。あ、せ、ほんで結局名前何やったん？この、スイキさんは名前何やったん？こんにちはって言ってる。ジュニアさん、ありがとうございます。実は今終わります。チャレダン、その説は、全然謝らんでいいから。全然謝らんでいいから。初パズドラ縄。ナイス。
今度は絶対入りますよ。よし、じゃあ俺でしょうか。いや、めちゃめちゃ楽しかったです、私ね。じゃあセフィロス。セフィロス結局使わなかったな。セフィロス結局使わなかったけども、このパーティー結構私気に入っててね、指6個。6個になった途端一気にね、パズル楽になるんでね、ぜひおすすめでございます。じゃあ、終わりましょうか。皆さん最後まで本当にご視聴ありがとうございました。私は本当に楽しい時間を使わせていただきました。あとなんか言うことあったかな？うん、ないかな？本当に皆さんありがとうございます。コメントとかもね、みんなめっちゃあったかくてね、私はすごいハッピーな気分で、パズドラやらせていただきました。では、次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベックンでした。スヌでした。今回の MV、スヌでございました。バイバーイ。